私に用事というのは？私とですの？それなら美咲ちゃんもお呼びして。え？そんなことはありませんけど、でも。違いますわ。いろんな町から参拝客が来てるんです。そういうわけではありませんけど、この辺にはこうした神社が他にありませんの。はい、ここが一番大きな神社ですの。あの立花くん、そのちょっと違います。手をつなぐのは恥ずかしいんですの。私、子供じゃありませんの。大丈夫ですわ。え？少し離れますわ。誤解されるかもしれませんし。その私たちが付き合ってるみたいに見えるかも。私はよくありませんわ。あれちょっと。もう大丈夫ですわ。びっくりしました。私なんかを誘うからですわ。美咲ちゃんならきっと立花君にぴったりついてますわ。そこがわかりませんわ。どうして美咲ちゃんじゃなくて私なんですの？美咲ちゃんならきっと今頃は。ですから、なぜ私なんですの？美咲ちゃんなら。そんな立花君は美咲ちゃんの真の魅力に気づいてないだけですわ。そうとしか思えませんわ。私は。私も立花君が好き。立花君は人を見る目がありませんわ。私を選ぶなんて変なの。後悔しちゃいますわよ。変な彼氏ができちゃいましたわ。
雪桜。